皆さん毎度です。はい、今日はね、プレ企画の投票の前にですね、商品である、アルティメットレを使ってオリパということなので、オリパを作っていこうと思います。まず見ていただきたいんですけど、見ていただければ分かる通りですね、部屋が恐ろしく汚いとしてまずね、掃除から始めよう。あ、そうなんだ。はい、大体片付きました。はい、こんな感じです。手前がアルティメットレアですね。手前がアルティメットレアの塊で、はい、向こうがスーパーレアとかキャンペーンとかですね。でこっちはオレボウ作に端に入れようと思うコモンです。でこれが100均で買ってきた結構大きめのやつ5枚ぐらい入るような多分やつを買ってきた、濡れ防止にね、中に入れるための濡れ防止用のものです。はい、1枚こうやって当たりを入れます。大きめのスリーブにね、よいしょ。手前にスーパーレア、後ろにもスーパーレアということで、こういった形でスーパーレアをだいたい3枚、アルティメットレア1枚に対してスーパーレアを3枚と、俺防止のためにコモンとレアを、一緒に入れていきたいと思います。3枚で星4つ、アルティメットレアが1枚という形になっております。はい、でスーパーレアキャンペーンを、はい、スーパーレアとキャンペーンを3枚、はい、3枚入れていきます。いきたいと思います。はい、こうかけてオリパ150個以上なんかできましたが、もう時間ですが朝の6時10分です。早く急がないと。はい、今ね朝6時半122から何人か増えたので、140個ぐらいかと思ったんですけど、どうもなんか、全部でね159個だっけ、なんか封筒もギリギリ足りたジャストで。はい、ですのでなんか159個なんかアルティメットレアあったので、159人の方に当たるということになります。で、封に終わりましたので、さああとは残すは抽選ということになります。はい、正直ね朝まで大変でした。もう、抽選ソフトとか使ってですね、ちょっと前みたいに効率の悪い抽選ではなく、もっと効率のいい抽選をしようと思います。はい、そうしましたら、3日ぐらいまでには抽選結果上げれるかと思いますので、今しばらくお待ちください。どうもチャンネルコンドでした。